11月16日、ベルベル人の入荷の商品を紹介させていただきます。まず、まあ、もう寒くなってきましたね。リバースイーブ、久々に黒で、まあ、このグレーも、4段染み込み、こちらサイズがラージと黒は刺繍の XL です。黒ボディとグレーの染み込み、まあ、コーストガード、こちらちょっとタグが切れてしまってます。でもサイズが多分ラージぐらい。あとこちらが、叩きタグ、はい、叩きタグのラージです。前はラバープリントですが、まあ、ちょっとシミはありますけど、まあ、状態はいいと思います。ハーフジップの黒で、フルジップの黒、こちら、まあ、このちょっと色あせ感もいいと思います。ラージぐらいですかね。ハーフジップ、こちらはタグ付きで、エクストララージ、こちらも状態すごいいいですね。シャツいきましょう。こちらが、まあ、40sのちょっとこうヘビーネルですね。スペイドというあの黒いシュータグです。こちらネイビーの、ヘビーなネルですね。あとこちらシャドウチェックのシャツ、こちらもサイズがミディアム、まあ、綺麗な色目ですね。まあ、コットンかな。今年もまあ人気があると思います。パタゴニア、ショート丈ですね。ダック地の、あと裏が、ブルズアイ柄のブルズアイ柄ですね。94年かな。サイズが S になります。雪なしタグのサイズ S、 でも僕がちょっとジャストで着れるくらいかなと。あとこちら、見ていただければサンプルタグついてます。ただ多分インナーかなと、紫の、まあ、ベストですがインナーだと思います。ただパタゴニアのサンプル毎月入りますね。なんだかんだ、ちょっと可愛いです。ちょっとワーク系いきましょう。リーの、91B 三角タグのサイズ38です。すごい雰囲気はいいですね。あとこちら、ビッグマック、まあ 50s ですかね。サイズがいいと思います。38ぐらい、色濃いですね。こちらも、ワーク系。続いてネルシャツです。もう定番ですが、こちら、まあ、あのアンクルサム刺繍で、まあ、たまに見かけます。このアンクルサムというタグ、見た目のね柄はちょっと普通めですが、アンクルサムサイズが S ですね。これは。あとこちらローバック、ローバック、このブランド結構僕ウエスタンシャツで好きなんですけど、のローバックのネルシャツです。サイズはこちらも S ぐらいですね。14ぐらいでしょうか。これ雰囲気いいですね。はい、そしてこちらがピルグリム、ピルグリムとこちらがファイブブラザーズ。まあ、ピルグリムの方は練りボタン使ってますので、ちょっとまあカナダ製という言い方なんですかね。ただピンク、裏地がこの綺麗な色なんですが、ちょっとこう色あせた感じがすごいいいと思います。サイズが多分15ぐらいな感じですね。はい、ピルグリームです。そしてこちらファイブブラザーズ、刺繍のちょっと古い方のタグですが、これがサイズが超でかいです。多分18とか19とかじゃないでしょうか。なんかこうデカ着で逆に着るのも可愛いかな。一瞬出てきた時にうわっと思ったんですが、ちょっとタグはもうちょっと読み切れませんが、チンスト付き、ダブルステッチの襟のチェックの、まあ、ウールシャツですが、しかし街から下をちょっとカットされてます。いや、非常に色目とか、抜群にいいですし、こうちょっとね下をカットしたところの生地で、リペアをしてるリピアされてます。こういうところで使ってしまったんでしょうね。
かなりかっこいいウールですけど、ウールのチンスト、サイズがこれ14ハーフとかですかね。30年代ですねこれ、これ同じ両方ともたまたま2つ同じものが、こちらが少し襟元にダメージあります。でこちらがサイズがまあ36から34ぐらい。ただこのヘビーなコットンネルですね、ネル状のでボタンのまあ、30年代のジャケットで、タグがですね一応ちゃんとあります。ボストンで全く、同じですが、ちょっとこっちの方がダメージあるので価格は少し変わってます。続いてまたちょっとシャツですね。まあ黒黒って言ってますけど、はい、久しぶりにスタディオークの黒シャン、こちらも 40s ですかね、シューのスタディオーク、サイズが16ハーフの黒シャンのデッドです。デッドですね。でこちら DC のサテンジャケット、まあ、黒サテンですね、いわゆる。ただサイズが多分14サイズ14ハーフ書いてます。真っ黒でも結構これちゃんと色残ってます。黒好きの方にはバッチリじゃないでしょうか。タウンクラフトのこういった綺麗なシャツも入ってます。サイズ L、 チャンピオンリバースイーブのトリコの XL のシルバージッパー、ちょっとボロいです。ただまあ雰囲気系ではいいかと思います。シアーズの XL のパチポケ、結構可愛いですね。僕でも多分ゆったり着れます。ウェスターナ定番ですが、サイズが46、ホワイトの46、この辺もまたねちょっとゆったり着るのが今いいのかなと思います。さあこちらもリーバイスショートホーン、ショートホーンのスウェードジャケット、サイズが、30、40ぐらいですね。はい、結構久々に入ってきた気がします。あの白タブのビッグイ、まあ、袖はあのこの切りっぱなしのタイプの方ですね。30年代のハンティングベスト、まあ、こちらもねお好きな方は、状態はまあはい、あの少し染みはありますけど状態的にダメージはないです。はい、あとロッキーマウンテン、もうね、もう定番ですが、ウーマンズレディースの方の形です。状態は綺麗です。もうね一時はすごいちょっと、ね、高騰してしまったんですが、レディースで19,800円、だいぶねお手頃になりました。またね久しぶりに着てみるのも新鮮かなと思います。さあノースフェイス、のダウンベストの黒ラッカーボタン、この緑結構珍しいと思います。サイズがミディアム、チャタグのミディアムですね。僕これ大好きなんですけどね、おすすめです。こちらパタゴニアのフリース、まあこれも、亀、まあ、黒亀っていう形しますね。サイズがラージ、状態も綺麗ですね。黒亀と、はい、最近なかなかね見つかりづらくなってきましたね、ナイキのオレンジタグの風車、はい、水色黄色、まあ、綺麗な色です。後ろにちゃんとゴツナイキもあります。はい、スーパーアルパイン、今回もパタゴニア多いです。こちらがサイズがミディアム、雪なしのタイプで、あの劣化もそんなに見られません。結構ね中のここが劣化してしまうのが多いんですけど、そんなに劣化していません。状態もかなり綺麗です。雪なし、あとマンゴー、こちらもサイズがミディアム、まあ僕もこれね昔着てました。
あの結構綺麗な色です。今逆に着てね、着てみると新鮮だと思いますけど、はい、そして今回先ほどと同じ、これはブルーは、まあ、少しあの薄い方のブルーですね、もう一つ濃い色の方のブルーもありますけれども、こちら、先ほどの雪なしがしかしタグにサンプルがついてます、どっかのねカラーが違ったりとかっていうのがあるんですが、この、サンプルタグついております。これ実はね僕全く同じの持ってます。まあサンプル、パタゴニアのサンプルですのスーパーアルパインですね。状態バキバキです、素晴らしい。はい、そしてまたアウトドアものですが、こちら、シンプルシャツ、パタゴニアの、もう白もねあまり最近見かけなくなったと思うんですけど、しかもデッドストックの、サイズがスモールです。これ、ね、可愛いですね。このベストもありますけど、まあこの僕シャツもなかなかね自分のサイズにも出会ったことないです。これ素晴らしいですね。まあウールドボタンスタジャンですね。これはチャンピオンと、USNA かのウールのタイプのスタジャンタイプの方ですね。こちらのチャンピオンのランナーズタグ、まあサイズがちょっとスモールです。ベースが一応黒ですね、黒にネイビー、後ろもフロッキープリントついてます。でこちらも USNA が状態もサイズ、こちらもちょっと S っぽいですね、 S っぽいですが状態は綺麗だと思います。ボタンもほぼほぼ綺麗に残ってます。はい、続いて、こちらも、ミリタリーウエストポイントですね。ワペン結構ついてます。あと後ろもに思いっきりウエストポイント、ちょっとシミはありますが、タグもついてますし、サイズがどうだろう、40ぐらいですかね、自分がジャストぐらいかと思います。デッキジャケットですね、これ相当でかいです。サイズおそらく46とかじゃないですかね。ジッパーがこうなんか壊れてます。あとでもステンシル、あと大きい体型の方には本当ちょっとおすすめかなと、かなりでかいです。珍しい、こちらはいイエール1916年号入ってます。ちょっとまあ色あせありますが、テーラータイプの、こうテーラーというんですかね、ジャケットコットンで、まあイエールですね。はい、こちらも珍しいです。ビール、まあボタンはあのユニオンメイドと書いたタイプです。まあラグランの、カバーオールですが、機内ので、バックにもステンシル入ってます。これ可愛いですね。サイズが42ぐらいです。ブラウンダックのリー G ジャンス、まあちょっと色あせしてますが、サイズが42ぐらいで、ストームライダーで青いブランケット入ってるのは 50s です。50年代、なかなかこうさすがブランケット付けなので色落ちが綺麗です。はい、サイズが40です。こちらウールジャケット、30年代のハーフジップ、内側の、はい、こちらタグも残ってます。 WH ブリーかな、プレオーバータイプですね。これミタリかなと思ってよく見たらビッグヤンクです。ビッグヤンクのショートジャケット、まあ、あのシャツで有名なビッグヤンクですが、一応ミリタリー仕様なんですかね、これあのいわゆるヘリンボーン、まあ 40s だと思います。前がボタンで
後ろ左右のアジャスターをついてます。ただサイズがね44とか6ぐらい大きめです。はい、ビッグヤング。うちも大量に一時期入れてたんですが、もうほぼほぼデッドストック売り切れてしまいました。今回サイズが S の、フルセット、一応デッドです。はい、あとこちらが1951の、サイズがこちらも S です。付属フードも全部、これでも全部残ってます。こっちもまあちょっとすれはありますけど状態綺麗ですね。こちらも定番ブラウンズビーチ、まあ襟出しのタイプですね。で、デカボタン、ちなみに乳首ボタンではないです。まあ 40s かな。はい、サイズが多分ね40か42ぐらいあると思います。ただ見た目の状態は綺麗です。セカンド、まあ多分サイズが34ぐらいですね。ちょっと色あせとかあります。まあ女性が着ても可愛いかなと思います。はい、一応レザーパッチの年代ですね。US ネイビー UTT パンツは、まあ、ほぼデッドです。サイズのパッチが31で、実寸が30のレングス31です。久々ですね。911B と519の、一応、まあ、ダブルネームという言い方でパッチ容器が3432です。状態は、ほぼねワンウォッシュぐらいです。パッチも綺麗に残ってます。3432で縮みっていうことは多分僕のサイズかなと。はい、あともう一つ、こちらは 911B だけのギャラ入りです。こちらが3431表記。こっちはねちょっとねリベットの部分は錆びたりはしてますけど、でもまだまだ綺麗に履ける範囲だと思います。久々に見ました、リーのウエスターコーズ、今回ピケとウエスターコーズ入ってます。ただこちらはですねウエストが表記は28、実寸で28の32です。ちょっとセンタープリーツ入って焼けもありますけど、ただ状態はもう本当にワンウォッシュぐらいだと思います。ウエスターコーズ、これ結構スペシャルですね。サイズが40インチってちょっと大きいんですが、この、いわゆる黒のストライプの、ワークパンツですねの黒のハウスマークタグです。サーティーズですねこちらで、まあワンウォッシュぐらいの程度です。ちょっとゆったり履いてもいいですし、まあこのサイズにハマる人にとっては、かなり珍しいんではないでしょうか。ちゃんとリーのハウスマーク残ってます。こういった D のちょっとスラックス、ちょっとチノのタイプですね。こういった D のスラックスだったり、あと今回ここからさらに約倍ぐらいデニムも入ってます。この辺のびっくりとかも色落ち綺麗ですね。はい、ダブル X、キャントバステル、あとまあビッグ E66 ダブル X、 昨日ちょっとインスタ上げましたが、ビッグ E の、S タイプパッチ表記は3233で、これ映像で出ればと思うんですが、ビッグ E の初期モデルでレインボーステッチです。上がオレンジ、下が黄色、レインボーステッチ、これ結構珍しいですね。で色もかなり真っ黒です。このサイズがぴったりハマる人がいいと思います。そして、対戦モデル S501 WX ですね。ちょっとここにこれちっちゃいリペアがあります。
ただ、あとですね、ボタンがちょっとね2箇所ほど取れてしまってますが、サイズが34の31、まあ、僕もちょっと言ったら履ける感じかなと。なかなかねこのサイズ入ってこないですね。ちょっと後ろにも何点かありますけど、30インチとか31インチが多いんで、まあ、こちらも月経時ボタン使ってます。対戦モデルのサイズ34の31。あと、まあ、501の片面、どちらも色濃いです。サイズが32の31、こちらが30の33、濃いですね。どちらも片面です。どちらも598,000円みたいな。これも久々に入ってきましたね。ヘラクレスのペインターで、サスペンダーボタンもついてます。ということはバックルバック付きです。こちらも実寸が測ったら34の30。はい、ちょっとねリペア、あとは薄くはなってても、なかなか出ないですね。はい、あ、ちゃんとヘラクレスボタンもありますし、膝に少しリペアがあるぐらいです。まあ、ちょっと小物ですね。リーの、ワークキャップと言いますか、本当ちょっとベースボールタイプですかね、のヒッコリーのキャップ、まあ、50年代ぐらいですかね。あと、はい、USS アーミーのデニムハット、これも、サイズが7と4分の1、わりかし大きいと思います。色濃いです、まだまだ。そして今回スニーカー、チャックトグル、レザーもピンピンでソールもほぼ減ってないサイズが10です。ただちょっと劣化してしまってます。多分ハイテクとパキパキって割れてしまうのかなと思います。その分ちょっとお値段お安くはしてます。はい、こちらは、ベースボールタイプですかね。これも古いです、チャックテイラーの、はい、黒、まあ、ソールがこういうね、ポコッと出てしまってますのタイプの黒のハイカットですね。久しぶりです。ジャックスター赤、サイズが10です。まあ、状態はまだ全然ヒールパッチも残ってますし、まだまだ履けるんではないでしょうか。はい、そしてこれはアディダスでもスペシャルだと思います。プロモデルタグもちゃんと入ってます。プロモデルの、これは初期でしょうかね、2がこっちのスウェード、これ相当珍しいと思いますね。はい、ちょっとだけ履いてる形跡はありますが、まあ、状態はもうかなり綺麗です。サイズが、11と書いてます。少しね焼けはあっても、まあ、アディダス鈴木の方には相当珍しいと思います。はい、多分うち今まで入荷したことないと思います。チームコンベーションの黒白、しかもローカット、はい、これはですね僕も実物ちゃんと見たのは初めてかもしれません。サイズが10ハーフ、はい、状態も焼けはあってもねまだまだ全然履ける状態です。なんか見た目もそうです、かっこいいですね。ちょっと僕もテンハーフ履きたいなと思うぐらいな、相当珍しいと思います。こんなちょっと最近今回スニーカーも結構入ってるんですが、その最後スペシャル系です。はい、僕の大好きな L2B のテストサンプル、ワッペン入ってます。まあエアフォースマークも、まあ上の文章も全部ついてます。そしてサンプルタグですね。サイズが38ぐらいでしょうか。僕試着したんですけどね、ちょっとちっちゃかったです。だからミディアムぐらいのサイズだと思います。はい、今回もやっと1着どうにかですね
はい、506WX、プリーツ見たらボタン横なので後ろは銅のタイプです。ただ、僕がこう合わせてもまあゆったりしてるので44縮みだと思います。こうサイドの蜂のひげ蜂の巣、まあ綺麗に出てます。色のパーセントもね、だいたい5割6割ぐらいですが、ダメージがほぼないです。大きいサイズですね。これなかなか出ないですね。そして、今回の、僕の中ではまあナンバーワンかなと。僕は今まで実はこれ昔僕も所有してました、ちょっとサイズが合わなくなったんで手放してしまったんですが、リーのこれはデニムでいうと 91J、 ただブラウンダックなので 92J と言います。本当あまり見かけないと言いますか、僕が知ってる限り日本にね10着ぐらいしかないんじゃないかなと思います。もうカバーオールの中でも相当珍しいですし、リーの中でも数少ないと思います。サイズがね40なんです。ただブラウンダックの生地ってものすごい縮むので、着丈袖もちょっと詰まってます。ただ逆にそれがいいサイズになってますので、これがもうねサイズバッチリはまる人にとっては最高のスペシャルじゃないでしょうか。ご興味ある方はぜひ試着しに来てください。はい、ちょっと今回かなりの量あったので、他にも1回レギュラーまだまだ入荷してますので、11月16日、土曜日、いつも通りになりますが、通販の方はちょっとお断りさせていただきます。当日は、申し訳ございません。では天気も良さそうなので、皆さんのご来店、お待ちしております。よろしくお願いします。告知なんですけれども、今月11月の22日ですね、渋谷に新しくパルコがオープンいたします。そこの、3階のフロアにですね、ベルベル人が出店することが決まりました。今も準備に追われているんですが、22日がですねオープニングなんですけれども、その2日前の20日と21日こちらでプレオープンという形で、一応招待状をお持ちの方は店舗の方に入れるというふうな形のチケットがあります。一応20日用と21日用というふうにチケットが分かれております。こちら入荷日の16日にこちら欲しい方は、配るようにしております。数にね限りがございますので、そちらはご了承いただきたいなと思いますが、店舗の方に、ベルベル人の店舗とアンドベルベル人の方の方の店舗に、こちらご用意しておりますので、ぜひこちら受け取りに来ていただければなと思います。今回渋谷のパルコさんね、すごい大きくなるって、古着屋として、入るのはうちの店舗だけらしいです。他には結構、有名なブランドさんも数多く入っております。そちらはまた T シャツをですねメインに考えております。渋谷にそういった新たな場所ができるというのも、嬉しいことですし、そういった総合施設の中に入るのはうちも初めてなので、まあ、新たな気持ちで、しっかり頑張っていきたいと思います。新しく渋谷パルコの方、よろしくお願いします。